島さん、今日はですね IWGP の創設時期のことをお伺いします。それでね、一番最初に聞きたいのは、あのどこも、まあ、書いた記憶はないんですけども、あの IWGP のベルト、一体誰が考えて、あの、まあ、みんなで話し合って決めたのか、猪木さんなのか志摩さんなのか、それにど誰なの、誰なんでしょう。一番最初は全部私ですよ。というと、何かきっかけがあって。きっかけはね、NWA 総会に、NWA に加盟ができて、どんな人たちがプロモーターがいるのかなっていう、僕が知ってるプロモーターとしたら、ビス・マクマゴンシニアと、それからマイク・ラベル、フランク・タニーっていう名前は知ってた、それからフリッツ・オン・エリックとか、ドリー・ファンク・ジュニア、テリー・ファンク・ジュニア、こういうところは知ってたけども、NWA のサム・マッツ、まあ、ソニックって日本では言ってたけども、ケン・タジマさんが言うには、ミスター・マソニック、マソニック、マッチング、あ、マッチメーカーのマッチ、マッチメーカー、だからサム・マッチニック、これが本当の言い方だそうです。だからアメリカ行くようになってから、いろいろアメリカのプロレス界のことが分かってきた、で僕が一番びっくりしたのは、ビッグババ、ババさんっていうのは、NWA 総会ではビッグスターなんです、で、アントニオ猪木知ってますかって聞いたときは、知らないっていうのが何人かいたの。はあ、なんであのアントニオ猪木知らないんだ、東京城っていうのは知ってるって、それが猪木さんがアメリカで昔若い頃ね、若い頃やってた、その名前だって、彼はヤングボーイだって、ビッグババは本当に我々をもけさせてくれる、それでベースボール出身だって。あ、なるほど。ベースボールっていうのはアメリカ人にとってはこれは国技みたいなもんだと。あ、そのベースボール上がりのビッグババ、これは本当に俺たちをもけさせてくれた、だからビッグババのことを話してくれたり、俺たちと会話できるんだったら、それはそれでいいけれども、猪木は知らない、そういう人が何人か出てた、で一番有名になったのはやっぱりアリ、モハメド・アリの戦いの後。ああ、そう、それそうですね。だからそれまでは、NWA 総会では猪木さんも行きたがらなかったわけ。ああ、それで志摩さんが代わりに行ってたんですね。そうですよ、坂口さんも出たことあるんだけど、でもそういうようなことで NWA 総会に行ったって、ちっともこっちは相手にしてくれるプロモーターもいなかったし、話するって言ったらミスター・マクマゴンとミスター・ラベル、その間にフランク・タニーというカナダの方、国際の選手行ったり、そういうことがあったから、志摩があって話は聞いてるよっていうことで挨拶ができたんだけど、まあアメリカの、ね、NWA っていうところに行けば、馬場さんはもう日本の富士山、もうナンバーワンで、馬場さんのそばへいくら2番目が来ただけだ、猪木だって言ったって、そこにまで至る選手っていうのはいなかったんですよ、日本人も。俺も志摩さんの性格だと、これはなんとかしなきゃいかんって思っちゃいますよね。思いますもんね、当然ね。NWA 総会にメンバーになったのは何か、アントニオ猪木を売るため。そうですよね。アメリカでアントニオ猪木を活躍させる、そういう思いがあったんですね。まずアントニオ猪木です。ただその馬場さんのネウマ流の方がもう定着しちゃって、ちょっともう NWA の方ではですね、ちょっと難しい。難しい。それで一番問題になったっていうようなことは、NWA のメンバーになったからには、ワールドという名前を掴むと。ああ、そうですか。だから世界選手権とかなんとかっていうことは、NWA のチャンピオンが世界チャンピオンだと。これは会員の基本だと。自分たちで、ニュージャパンは NWF の世界チャンピオンとして、世界という名前を使っていると。入った条件としては、世界は NWA が持っているタイトルと、他の名前の上にワールドというのをつけて絶
対ビジネスをやるな、うん、これがあって、うん、その翌年には NWA よく使ってたから馬場さんの方からそのポスター提供されちゃって俺はみんなに謝罪したよ申し訳なかった。あ、そうですか。観客を入れるためにね、ついつい、まあ、あの印刷のミスだとかなんとか言わないで、うん、私が使いました、うん、申し訳ない、まあ、そういうこともあって、あの、まあ、NWA に勝つベルトが必要だって思われたわけですか。それは入ってから3年目ぐらいだったかな、うん、あ、そんな時期ですか、うん、だってね、1回だもん、うん、NWA の総会っていうのは。それからいろんないいとこについてってくれたよね、うん、プレートリーグにも行ったし、レイクターも行ったりとか、はいはい、まあ、いろんなとこ総会もね、うん、はい、だからそういうことで、時々あの特別手当もらったときに、うん、女房プエルトリコに1回だけついてたとか、そうですか。そしたらその時にマイクラベルの奥さんとか、うん、マクマンの奥さんが、うん、女房は英語喋れないと私と一緒だけど、すごく丁重にうちの女房を大事にしてくれたって。あ、それからあのビス・マクマンシニアのミセスとか、うん、マイクラベルのミセスを日本へ呼んで、うん、フランクタニーの奥さんとか、うん、いや、もう本当新馬グループですよね。そうですよ、ね、新馬グループですよ。そうですよね、 NWA ではそうそう、レスラーじゃないね、だから レスラーじゃないのは私とヴィンスとマイクラベル、フランクタニーもそうだったんじゃないかな、うん、あ、あのそうするとですね、あの、まあ、IWGP の話っていうのはあの3年、4年くらい経ってから、3年くらい経ったからね、3年くらい経ってから、あ、これ NWA 入っても、うん、その世界使えなかったら、うん、アントニオ猪木というのの、そうか、これから目的としていくものを何かっていうことになったら、うんうん、私はそれ考えたのは、じゃあ日本では富士山が、うん、富士山こそ日本一の山だと。で、台湾にその前、20、30年前に新高山っていうのは富士山より高いっていう新しい山が日本の領土になったって言って、台湾が日本が統治した、そういう時に、新高山ができて、しかし世界で一の山はエベレスト、そうだ、アントニオ猪木は日本のことばっか考えてるんじゃないと、世界へアントニオ猪木の名前を広めるべきだと、もうその時に切り替えちゃったわけですね。ああ、それそんなこと切り替えるなって言ったんで、切り替える人間なんか俺しかいない。そうですよね。誰が何を考えてくれた？それはあの帰ってから、うん、あの猪木さんに報告、報告っていうか、こういうふうに思うんですけど、どうでしょうか、うん。どんな反応ですか、猪木さん。シンマ、それはいいと。俺は世界相手にしよう。うん、だから、アントニオ猪木ってそういう。そこではすごい素早い。あ、もうね、あのね、うん、リングの中のメーター40の中のことを考えるときは、あの人は神様ですよ。うん、自分を売れば、うん、シンマが言うように、うん、そういうアイデアに乗って俺が動けば、うん、新日本プロレスは会社、選手たち、家族たちにとてつもないような宝物が集まってくるじゃない。うん、俺がまず第一にシンマに言う通りやってみようって、うん、そうですか。そうするとあと問題はですね、テレビ朝日やなんかどういう反応だったんでしょうかね。テレビ朝日なんだ、テレビ朝日の連中っていうのはあれでも何でもないじゃない。ないんですけど、いや、これこういうことやりますよって言ったら、ああやりましょうかっていう、やるやる、あ、そんな感じなの、うん、だからやろうっていう時はテレビ朝日の三浦専務っていうのは僕はすごい彼だった。ああ、当時は三浦キネジ専務がお見えになりましたよね。だから、あの、なんていうか、ルスカ戦とか、うん、そういうような時は、うん、水曜スペシャルっていうのがあったんです、うん、川口探検隊とかっていうのがあってね、はいはいはい、それやってて、うん、そのプロデューサーを呼んで、うん、柳本さんって言ったんだけど、はいはい、三浦さんが龍本、柳本で、うん、龍本、龍本って呼んで、うん、ああ、お前、新馬のところのあれ、特別番組作るからなって言って、それ、うちの方でうるさいって言うの、俺の時、新馬のところ、水スペ疲れな、1時間半でも何でもいいから特別料金払ってやれって、
そんなことにもなるじゃん。なるほど。まあそれやると放映料が新日本プロレスに入るから、3倍、ね、4倍ですよ。そうですよね、うん、あまあその辺の、うん、あのまあいろいろと手を変えしないかえ応援してくれたんですね。そうです、そうです。だからテレビ朝日は三浦天皇だと、うん、それから辻天皇だと、辻さん、辻さん、うん、三浦さんっていうのは、うん、辻さんがどっちかっていうと後ろの方の、興行とかそういうのの担当の業務だった。辻井さんは松竹出身ですかね、確か。あの人はね、そうそう、松竹だったね。松竹ですよね。松竹から朝日新聞、はいはい、朝日新聞出身だったからね。NET、はいはい、入って、それからテレビ朝日になるわけで、うん、そうですよね。うん、確か松竹だった。松竹ですよ。松竹と3日ぐらい前に。ああ、そうですか。いやもうあの NWA っていうのはでも馬場さんからすると腹立ったでしょうね。 IWGP の新人をまあやるっていうことだよね。なんか自分何を間違えましたか、 したらね、本当あの全日本の柳沢さんとかさ、そんなのなんかちょこ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 新聞にそんなの認められないとかなんとかって言ってるけど、何を言ってんだろうよ。全日本もガタ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 言う必要ないよ。だから IWGP っていうその語呂だけれども、インターナショナルレスリング、それじゃなくてユニバーサルレスリング、そういうのを僕はケンさんにと2人で相談したの。で、ケンさん、インターナショナルレスリング、もう一言欲しいねって言って。なんかないって聞いたら、ケンさんが自分はなんかロードレースかなんか、はいはい、グランプリっていうのグランプリ、それが自分が場外放送か、なんか場外の案内かなんかやってて、ラジオかなんかで講演したんですよね。シムさん、簡単だよ、インターナショナルレスリンググランプリ、これもいいだろ、IWGP、これでいこうって。そこで名前も決まったんですね。猪木、ね、うん、さんもそれでいけってなるわけですね、あのそうするとベルトが必要になってきますよね、でベルトを非常に高価な、だいぶあの当時はダイヤモンドまで散りばめられたっていうふうで言われてました。あれどこ行っちゃったの。いやちょっと猪木さんはね、あの、アメリカの5番街で宝飾店、はい、ですごい有名なルイ・ヴィトンとかのカチューみたいなね、そういうのを作って、それよりまだランクが上な宝石店があったんですよ。シンはそこで作れって、あっ、あんなところで作ったら1億ぐらいしますよって、お前これが本人の1億だろうか10億だろうかお前作れるだろうって言って、って言ったけど、会社でなんかそんなこと言ったのちょっとね、それでもいいベルトを作ったのよ。まあ俺本当にどこ行っちゃったの、あれ盗まれちゃったの、どこの宝石かは分かりませんけども、まあ高級店の宝石じゃなくって、あのあれ圭介さんが仕入れてきた宝石じゃないですか。だからそれで、料亭じゃねえのか、サンパロン、大谷じゃなくて、大谷じゃなくて、とにかく宝石が散りばめられたことはありましたよね。倍賞さんも乗り気になってね。あ、倍賞三つ子さん、三つ子さん、三つ子さん、これはいいね。あ、そうですか。インターナショナルレスリングクラブ、ヨーロッパ行くとき連れてきなよ。おい、行きましょうなんて言ってね。倍賞さんはすごかったね。だから猪木さんも、テレビ何もないときね、みんな集まりキーパッパとか、そんな番組を倍賞さんが持ってきてくれたわけ、それからあの頑張れベアーズとか、それからあとターザンの吹き替え、持ってきてくれて、それで辻井さんっていう、その常務の専門の人のところに行って、お願いしますって言ったら、いやーなんか遠藤のこと使ったけど遠藤もダメだったなって、そしたら猪木さんが日本プロレスクビになった時に、辻井さんが阿呉十郎物語というね、阿呉十郎、阿呉十郎そういう小説あって、はい、テレビで阿呉十郎を作って、猪木をそこの主演にしようかって言って、
そこまで考えてくれてた。実際にはそれは放送でなんかやったりとかね、そういう企画があったのか。それでその前にそうだ、猪木にどっか吹き替えちょっとセリフが少ないとこやろうって言って、うん、ターザンの吹き替えやってくれた。あターザンはあーあーあーっていうのはあれは動物とかいろんなものを混ぜてハリウッドで作った音声なんだよね、はいはいはい、そしてそのちょっと甲高い声でしたもんね、あれね、あんな誰もできないやそれで猪木さんがやったジェーン行くかとかジェーン待ってくれとかって、だからそんな二言三言あったんだよ。したら筒井さんがダメなんだよって、それで倍賞さんが頼んだけども、結果的に猪木さんの声優はダメになった。ちょっと内助の功がちょっと役に立たなかったですね、うん、なるほど。でもそういうことでね、倍賞さんっていうのは本当にね、うん、手伝ってくれたしね。そうですね、あれ、すみません、そのベルトなんですけどね、当初はトーナメントで毎年トーナメントで各国のね、そうそうそう、あの選手たちが代表選手たちが集まってで競う で2年目からは、うん、例えばアメリカ西海岸とかヨーロッパとか、うん、そういうところで IWGP をやって、うん、その決勝戦をビンスのマリソンスキャラーデンでやろうっていうアイデアだった。なるほど。ところがやっぱりそれが単独のベルトになっちゃって、タイトルマッチをやってるって、だから今なんかタイトルマッチやって新日本何やってんだ俺の50周年記念、ね、歴史がねものすごく変わっちゃいましたね。だから50周年記念で俺が呼ばない団体がなんで俺が作った IWGP 名前使ってる、返してくれって、うん、そんなベルトくれとは言わない、うんうん、IWGP の名称をね、あんた使うの間違ってるんだから、うん、当初の目的と違うんだから、そのベルトの名前を返しなさいって、うんうん、新米したち激怒ですよ。確かね、2000年の初頭だと思いますけど、リングに上がって、それ、文句言われましたよ、新米さん。僕解説してたんです、その時。あ、本当何の時かなんかやったんだよね。いや、ありましたね、それありました。長田が出てたかな、上に。まあ、それはいいんですけど、結局、最初のトーナメントのね、案と全く違う内容になってしまったけれども、IWGP というのは、その歴史というのは、猪木さんと新馬さんの歴史でもあるわけですよ。私の歴史ですよ。私の歴史ですか。そうですか。私はアントニオ猪木に夢をかけね、それと私の生涯をかけて、うん、アントニオ猪木という人が喜んでくれる、うん、アントニオ猪木の人は多くの何千万プロレスファンのために体を張って自分の命をかけてもね、そういう試合をし続けてくれる人だっていうことを私は思ってたからこそ、うん、この人のために命を捧げようと自分の知能を絞ってアントニオ猪木という人を本当にいい試合をすることによって、多くの人が猪木さんの 6m40 のリングの中のことを見て喜ぶ、うん、そのファンが喜ぶことを見て感じて喜ぶっていう、そういう人間になろうと思ったわけ、うんうん、だからその多くの人を喜ばせるためにはアントニオ猪木という人のために、アントニオ猪木がやりたい、この人にタイトルを取らせたい、この人を世界的に有名にしたい、映画界でも何やともあれいろんなことでもって6m40のこの場所をアントニオ猪木とともに自分は歩んでいくんだと。しかし 6m40 のリングの中に入ってはいけないと、リングの外でのみ私はアントニオ猪木のために努力すべきだって、うん、だってリングはあってできるわけないからね、この試合みたいなことは。だからそういうことがあるのに、うん、豊さんだって、うん、豊昇さんだって力道山先生はこいつが八百長だ言うんだったら、うちを道場へ来てトレーニングしてみろと、うんうん、だから幹事がトレーニングどれほどやってるかって、うん、そういうことをね、自分たちは経験した上でね、批判するんだから批判してみろって、プロレスの悪口なんだ、俺が出てって喧嘩してやるって、うん、トヨさんそこまで言ってた。ああ、なるほど、うん、
まあ、それと同じじゃないですか、新馬さんもね。そうですよ。いや、それで、まあ、この IWGP の話はここで置いておきまして、その中で話が出てきた健田島さん、うん、健田島さんがそのグランプリという名前をね、つけて、健田島さんというのは通訳としては抜群でしたよね。おお、スペシャルですよ。うん、あれ猪木戦のニューヨークでの記者会見の時に、うん、通訳として紹介されて、うん、猪木さんが挨拶したやつを喋り始めた途端に会場がシーンとなって、うん、びっくりした。キングス・イングリッシュっていう、うん、僕らが東京弁ではなく正式な日本語というのを国語でもって習う、そのもとがイギリスにあるわけ。ケンさんはイギリスで育ったんですよ。だからキングス・イングリッシュというのはすごい。通訳すると相手がみんなびっくりし、要はどこが生まれたか、あまりにも綺麗な人ですよ ね, すよね。それでね、うん、ここでもすごい綺麗な人なんです。うん、なんか今亡くなったのね。あ、亡くなられました、うん、あ、それでご遺族を探してるんだけども、はい、前の電話番号にはもう繋がらない。あ、そうですか。じゃあこれ奥さんとお嬢さんがいたんだけど、うん、僕はもう健さんと本当に会いたかった。ひょっとしたらこの YouTube を見てる、うん、見てるかも分かんないし、健田島さん の, ご親族とね、仲のいい人が見てるかも分かんないし、ちょっとカメラに向かって、うん、一言呼びかけ、ちょっとカメラに向かって、健さん会いたいですよ、もう一度。マハメド兄の件でハーバート・マハメッドと和解の話をして、あなたの通訳によって90億円という裁判で払わなきゃお金を払わずに済みました。そういう思い出を持って私の生涯の支えになってくれた健田島さんのご遺族の方、どうか皆さん知っておられたらご連絡ください。私は本当にご遺族の方にもお会いしたい、健さんに対してお礼を言いたい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ご遺族の方の住所もちょっとわからないらしいんですね。したがってこの YouTube を見てもらっている方でご存知の方はお知らせしていただければありがたいと思います。志麻さん、今日はちょっとありがとうございました。 IWGP の話は面白かったです。はい、ありがとうございます。お願いします。